はい、というわけで、今回はブログ紹介ということで、まずお一人目、はい、鶴仁さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。鶴さんが持ってるグローブを紹介してください。アップセットってやつと、はい、畠山です。畠山、おキャッチャーですね今。はい、はい、でこのアップセットはいつ頃ご購入したんですか？これでももらい物ですよね。もらい物ですか？横さんから、あ、横田選手からのもらい物ということで。え、アップセット詳しいじゃないですか。どうですかアップセット？いや、僕は現場でこう使い込まれてる状態になったのをキャッチャーミット初めて見たので、いいミットになってるなってさせていた浅くて小さくてハンドリングが良さそうなすごいいいミット。なるほど。え、どっち取りやすいですか？両方浅いんで、両方取りやすいですね。なるほど。ちょっと形は違いますね。そうそう、形はこっちの方が。大きさも違います？大きさも多分違うです。こちら畠山のキャッチャーミット、これももらい物ですか？そうです。おお、これもやっぱ浅い、なんか形がなんか特徴的というか、あまり見ない形をしてますね。はい、これ横さんの方なんですよ。あ、そうなんですか。本当はここに書いてるんですよね、56番って本当は書いてるんですけど、武蔵の。なるほど。この感じね、キャッチャーミット、確かにここはすごいかっこいい、こだわりの型っていう感じでしょ。これはなんか似てますよね、ちょっとこう。そうです。まあちょっと俺もキャッチャーも詳しくなかったんですよ。横さんに全部教えてもらったんで。へえ。ちなみに吉典選手とバッテリー組んでらっしゃるじゃないですか。はい。どっち使ってるんですか？あ、こっちです。あ、こっち。そうです。こっちも去年使ってて、ちょっと顔もあれであんま良くなかったんで、もう。なるほど。そうです。だから今年はこっちで。大変なお待たせいたしました。なるほど。道具紹介になったんで。本日は2021年。びっくりする。BCで。声張らなきゃ入んないですか？あんま得意じゃないです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけでお二人目来ていただきました大堀選手です。お願いします。お願いします。大堀選手は僕宮之原選手によくしてもらってるんですけど、大堀選手めちゃめちゃ動きいいんで注目してくださいって言われてたんで、はい、嬉しいです。え、左利きでいらっしゃる？そうです。左左です。左左。おお。え、どういうグループですか？ビューソン。ここでお名前で。これはでももらったやつなんで。あ、もらったやつなんですか。型の特徴とかってありますか？そうですね、自分は比較的小さめで軽いやつが好きで、開く。そっちに折るんですね。そうですね。でこっちはあんまり折らない。面こう見せてもらっていいですか？面側を。あ、ここ折れてます。へえ。であとは閉じた時にこうやってギュッて曲げる。こうやって片付けるんですよ。なるほどなるほど。そうすると玉際通る時に。勝手にキュッとなるんで、あ、そういうことか。際どいところが結構取りやすい。結構でも外野手の人って大きい外野手を使う人多いじゃないですか。大きいの持ってると意外にこうもこうやって持って走っちゃう。持って走っちゃう。自分は軽いのでこう走りたい。なるほど。それが動きがいい特徴のあれですよね。そうです。そう、秘訣だ。バット。何のメーカーですか？ファイン。今年から使わせてもらってるんですよ。ベアスでやってくれてる人がファインの会社ですので、それを使わせてもらってます。これめちゃくちゃいいです。ファイン。はい。初めて聞きました。これおすすめです。おすすめです。はい。はい。木の素材が自分はいいから、音が結構好きです。音がいい。はい。メイプル。はい。メイプル。今なんか3番打ってらっしゃるって聞きました。はい。意気込みをじゃあお願いします。そうですね。次のバッターがフェルナンドさん、宮之原さん、いいバッターがいるんで、まあそこにうまいことつなげられたり、まあ自分で決めに行くそういう欲なく打席に立てるので、まあそこを多分利用して深めつく一歩出したいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。はい、というわけで3人目の方に来ていただきました。キャッチャーの真田俊です。真田選手、お願いします。お願いします。というわけで、お持ちのグローブを見てください。おお、アトムズっていう出た。アトムズ、アトムズのいつ頃購入したんですか？これそうですね、4月になる前ぐらいです。去年の4月そうです。で仕上げてやっと使えるようになってっていう感じですね。やっぱ公式ってやっぱ1年ぐらいかかるんですよ。そうですね、僕はちょっと仕上げるのに時間かけたんで、これは。なるほど。え、どういう片付けをしたんですか？手の、僕はこの手のひらに沿っていくっていうのが結構自分のこだわりで、この皮が全部手の面にくっついてるっていうのを一番大事にしてます。なるほど。はい、ちなみにこういう感じになってます。これオーダーですか？そうです、オーダーです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで4人目の方来ていただきました上礼也選手です。よろしくお願いします。僕はもう知ってますよ。もう去年ね、宮野原選手一緒にティーやってましたよね。あ、そうです、見てましたから、練習生の時から見てますから。外野手って知ってたんですけど、実はなんか内野のグローブ持ってらっしゃるから。そうなんですよ。これは僕のグローブじゃないですけど、樋口選手に借りてます。外野から内野に転向しまして、使っていいぞ。なるほど。これ源田選手モデルじゃないですか。めっちゃ取りやすい。これめちゃめちゃ人気ですから。僕姿っすから、やっぱザ・源田選手型じゃないですかね。はい、使いやすいですか？めっちゃ使いやすいです。はめてみてもいいですか？あ、失礼します。ああ、うまい。そのボールが勝手に入る形ね。特有の上手な方が使うとグローブはボールが勝手に取れるようになるんですけど、僕は取れないですよね。いや、バッティングとかめっちゃ良かったんで見てましたけど、作業してましたもんね。あ、すごいっすよ、超えるなんて。やばいっす。本当に期待してます、本当に。頑張ってください。僕も埼玉なんで。そうです、そうです。なんで、はい、応援します。頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、では次の方来てきました。樋口選手です。お願いします。あれ、大学がなんかこの辺の、なんかこの辺の大学ですよね。あそこですよね。駿台ですよね。ということで、早速グローブ見せてください。こちらのグローブです。これは何色だったんですか、もともと。元は茶色で作って、オレンジっていう。源田選手モデルの方でオーダー。いや、方はあんまり何もいじらず、しかしの状態で持ってきてもらって。あ、そうなんですか。ちょっとちっちゃめですか？いや、ちょっと大きめって言われるんですけど。大きめか。ちっちゃめなんか結構使ってるんで、しまって。あ、でもここが大きい感じで、長いというよりはここが大きい感じ。確かに。上手な人特有の決まったところしか汚れないから。確かに。すごいですね。駿台どうですか？駿台の野球部どうですか？ああ、すごい。今人数200人ぐらいです。え、200人ですか？マジですか？自分もあんまり合ってないから。今日はやっぱ先発で。ショートですか？応援してますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今グローブの紹介してもらいました。もうアップ始まっちゃったんで、これで終わります。はい。でまた次回ね、翔平 TV で取材ありますんで、その時また別の選手取材していきたいと思います。この動画いいと思ったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのがカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、源田グローブ欲しいです。両方でもいいですよ。そうですね、コメントしてもらえて。はい。でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、まあそちらに再度やってもらうような形です。常日頃から見ていただいて、そうです、いつ発表するかわかんないですよ。そうですね、いつ1万人いくかわかんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、結構いろんな情報、裏情報とか突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい。現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。